おはようございます。キャプテン山本です。今回はですね、キャプテン山本さんにとって投資とは何ですかというような質問が来たので答えようと思います。はい。でこの質問はですね、ちょっと意図がよくわからなかったんですけど、投資っていうのはその株式投資とかそういうことじゃないですよね。自己投資の話だと思うんですけど、基本的に投資って、自己投資には2つあると思うんですよね。1つ目はお金を投資すること、もう1つ目は、時間ですね。時間を投資すること。で基本的に生きてることっていうのはほぼ全て投資だと思うんですよ。何かをするにしてもその時間に投資してるわけですよね。そう、まあ、時間っていうか行動ですね。行動するってことはイコール時間を投資してることなんですよ。でその時間を短縮したいからそのお金を使うわけですよね。例えばノウハウ5年かけて岡田さんの場合であれば例えば なんか10年とか20年とかナンパしててその10年20年の、ナンパしたノウハウを買うわけですよね僕らは。で買ってそれで買って短縮するわけですよ時間を。その何度も頑張ってたナンパ師のノウハウっていうのを買うことによって時間で 2,3 万払ったことによってこうギュッと濃縮するわけですよね。はい。だから別に自分でやってもいいわけですよ。自信がある人はね、時間をめちゃくちゃかけてもいいわけですよ。めちゃくちゃ行動してもいいわけですよ。でもそれだと現実的ではないので、例えば会社で働いてたりとかしたりとかね、まあ、いろんな、ね、趣味がいろいろあったりとかするでしょうから、だから近道をするためにノウハウという形でお金を払って、行くわけですね。そうだけどこれが実はここがポイントで、その何でもかんでもお金を払えばいいってわけでもないし、何でもかんでも行動すればいいというわけではないということですね。はい。で人によってその合う合わないっていうのもありますので、本当にそこは実は重要なんですけど、で僕は最近ね、まあ、いろんなことこれ喋れるんですけど、まあ、いろいろ言うとこんがらがってしまうというか何言ってるかよくわからなくなるので、ポイントが僕は実は今最近思ってるのは2つあって、1つ目は投資をするときに何を意識するかというと、自分 そのもっと本質的なこう、えぐい部分というか、その俺はこれをやってそのどれだけこう生き延びれるかというかね、その、まあ、本当にその見栄とかそういうのでしちゃいけないと思うんですよね。はい。なんていうのかな、もう本当にどれだけこれがどうなんのみたいな、どれぐらい変わんのみたいな、俺がみたいな、これ分かりますかね、言ってるのちょっと抽象的なんですよね。要はなんていうかどれぐらい強くなるのみたいな、そのなんだろう、こうとにかく見栄とかそういうものじゃなくて、もっとこう、なんていうのかな、こうえぐいというか野生的な部分ですねで判断してます。まあこれちょっとこれは僕の感覚的な問題なんで、ちょっとまた取り直します。で、あと、もう一つはですね、好きか嫌いかですね。っていうのはもっと言うと、その声が好きか嫌いかっていうのは結構重要だなと思ってて、最近これ音声のコンテンツとかやってるとやっぱどうしても声好きになれない人とかいるんですよ。喋り方とかムカつくとか、そうだから僕の喋り方とかムカついてる人とかもまあいるかもしれないんですけど、そういう人は多分僕の音声も聞かない方がいいですね。こうやっぱここは一番重要だと思ってて、僕は実はね、そう声がセクシーかどうかっていうのは一番、まあ、セクシーかどうかっていうのは僕の基準なんですけど、それが重要だと思うんですよね。はい。まあ、何言った今日の音声なんかちょっとよくわかんないですね。まあ、投資っていうことに対してちょっと質問いただいたんで答えました。以上、山本でした。ありがとうございます。